足が速くなる反発走り、地面から反発をもらって走る練習、蹴り切って走ってしまう人におすすめ、反発をもらって弾む走りにやってみよう。やり方、両足ジャンプから着地後に片膝をスッと前に出す、交互に繰り返しながら進んでいきます。そのまま弾んでスッと膝を前に出す意識で走っていきましょう。ポイント1、ボールがポンと弾むイメージで行っていきましょう。ダメなやり方は着地で潰れる、注意してください。ポイント2、弾んだ力で膝をスッと前に出す。ポイント3、膝関節は着地では固定して前に出すときに脱力するイメージ。ポイント4、弾んで膝が前に出る動きを意識したまま走る。無理やりスピードを上げようとしないように、うまく走れると自然とスピード上がっていきます。ダメなやり方、スピードをいきなり上げようとして地面を蹴る動きに注意してください。まっすぐの姿勢で弾みながら、弾んだ力で膝をスッと前に出す、覚えた動きで走っていこう。弾んで進む走りに。